に6球目を前にさよならだ。チームメイトから水を浴びていたね。ドジャース3位レッズ。日時間20日ロサンゼルスドジャース。大谷翔平投手は19日、日時間20日、4どころ地、レッズ戦の延長10回に移籍5発のさよならだを放った。4打数に安打1四球1打点で、打率は353。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、素晴らしかったよ。チームメイトから水を浴びていたね。素晴らしい打席だったと賛辞を惜しまなかった。劇的な一打は、同点で迎えた10回2四1・2塁。ディアスから粘った6球目の内角球を鋭く、振り抜いた。右翼へのさよなら打で、グラウンドで大喜び。チームメイトから手荒い祝福を受けた。さよなら打は、エンゼルス時代の2020年9月4日、同5日のアストロズ戦、以来2度目となった。試合後、指揮官は、何球か低めのボールを見逃して、ディアスのシンカーを引っ張って、ヒットにしたと振り返り、大きい一打だった。私たちのチームでの最初のさよならはエキサイティングだった。チームはこれで3連勝。貯金が15となった。大谷はシーズン序盤、得点圏で打てない日々が続き、ロバーツ監督からもストライクゾーンをコントロールしないといけないと言われていた。その得点圏で期待に応える一打。翔平は他の選手よりストライクゾーンをカバーできるけど、この4週間彼のストライクゾーンがとても普遍的で、打てる球を振っていると冷静に評価した。フルカウント編集部。